近々私お引っ越しをします。ピースの角度は30度のもゆきりのです。はい、ということでこの部屋結構やばいんですよ。本当にゴホゴホって動画上げたじゃないですか。結局は網戸をつけられず空気清浄機でね過ごしてたんですけどいや一応なんかね聞いたらこのぬいぐるみとかにもねハウスダストがつきやすいって話だったんで、この辺とかもねいろいろ掃除はしたんですけど、根本的なね原因はやっぱりそのまま依然としてあるっていうのもそうだし、動画では言ってなかったんですけど日当たりがあんまり良くないんですよ。本来だったらなんかこう太陽光で殺菌とかあるじゃないですか。そういうのもねなくて結構厳しいなと思ったので引っ越しをしようかなと思います。引っ越しはちょっと先なんですけど、まあ、多分ね、多分直前まで私の性格だとやらないと思うんですよ。じゃじゃーん。さすがにね、動画にしたらやるでしょ。まあ段ボールにね、詰めながらお部屋紹介をしていこうと思います。それでは、レッツラゴー。この段ボール穴だらけなんだけど大丈夫なのかな？なんかすごいさ、穴開いてるんだけど。スーパーからね、取ってきたんですけど、ちょっと不安になりますね。おお、いいじゃん。じゃあこの中に詰めていきますか。はい、ということでこれがですね、汚いんですけれども私の机の上です。じゃーん。辺の段ボールとかは気にしないでください。私が思うにこの辺のね雑誌とかを先に詰めちゃった方がいいかなと思うんですよ。この辺はね結構使うんでね、これあれですよ、早稲田の動画の時にプレゼント企画でねやろうって言ってた英単語ピーナッツ、いつかプレゼント企画にします。ちょっと待ってて。これがですねコスプレ衣装とか普段着ない服が入ってるんで、これは多分先に詰めちゃった方がいいですね。やっぱやめとこう。こっちだな。これは入れていいな。これは、浴衣とかね、着物とかの全部パンパンに入ってるんで、これは、いっちゃいましょう。そうすると、これもですね、エモン掛け。着物を掛ける時のハンガーですね。入れちゃうのと、スイッチの箱ですね。スイッチの箱はいいかな。これも詰めちゃっていいかもしれない。湿気がやばいのかなと思って買った除湿器なんですけど、湿気が問題じゃなくてですね。あとこれは、値札がついたままなんですけど、マッサージ機とカメラの箱と、あとハードディスクとか、ガジェット系が入っていて、もうこれをね、使うかもしれないから、やっぱこれだな、決定。で、あとは、この辺の、なんか、ぐちゃぐちゃしてるやつですね。これ。これね、なんか壁が寂しいから、ここにね、こうやってくっつけようと思って買ったんですけど、開けていないっていうね。まあ、次の新しいお家で使いましょう。これも詰めていっちゃいますか。で、あとは、これも懐かしいな。これも入れちゃいましょう。お、これはあれだ。学生時代キット。ゴキブリがね、一回出た時があって、ここに避難したんですよ。あ、これとかあれですね。模試の結果とかですね。人生は化学反応である。これ友達が書いたんですよ。友達と高3の時に図書館で勉強してたら、友達が頭おかしくなっちゃって勉強しすぎて、休憩と称して、なんか習字を始めたんですよ。それでね、もらいました。結構この友達の習字がね、すごい人気で、なんで他の友達もみんなもらってました。じゃあ、アントニオ猪木さんのサインでーす。闘魂。じゃあね、まず、今日2箱あるんで、この1箱目、詰めてきますかね。一旦これはなしにしよう。ドアクローゼットの中身で入れられるもの。これはね、これ映せないんですよ。この辺はね、私の下着とかがね。これは入れよう。緑のこれは貼りっぱなしっていうね、剥がしてもいいんだけどさ、ちょっとめんどくさかったんだよね。クローゼットの奥の方から出てくるこれは何でしょうか。正解はじゃじゃーん。なぜか64。この間ね、たまちゃんとディズニー行った時にゲットしたスーベニアたちをこの中に入れてるんで、これをね、入れようかなと思います。最近ね、Windows を買おうかなと思ってて、借りてる PC です。Windows 私あんまりいじったことないんですけど、初心者でもね、結構簡単にやれる PC なんで、おすすめです。で、あとこの裏にあるのが、私のコスメですね。大大キャンメイクです。これで、あ、ちょうどぴったり
じゃん。あ、いろんなもの出したからすごい鼻がムズムズしてきた。これは掃除しないといけないなって感じね。あ、大変だった。はい、ということでね、今日は荷造りをしてきたわけなんですけれども、実は最後に紹介したこの PC で今日は編集をしてみようかなと思います。軽くね使ってみたんですけど、すごい良かったんで、ちょっとかっこよく。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それから Twitter と Instagram もやってるんで、ぜひフォローしてください。それからこちらのマウスコンピューターについては下の概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。